黒いカーテンは、コーネル・ウールリッチが1941年に発表したミステリサスペンス小説である、映画化やテレビドラマ化されている。日本では、ウールリッチの別名である、ウィリアム・アイリッシュ名義の方が有名であるため、日本で出版されている翻訳書籍もアイリッシュ名義であることが多い。フランクタウンゼントは、会社帰りに落ちてきたが、歴が当たって、意識不明となった。 回復したタウンゼントは家に帰り着くが、今朝見送ったはずの妻の姿はなかった。管理人に尋ねてみると、かなり前に引っ越したとのことだった。住所を聞いたタウンゼントが引っ越し先へ行ってみると老けた、妻がいた。妻からはタウンゼントが3年前に失踪したことを告げられる。タウンゼントは、以前に勤めていた会社に復帰することができたが、街中で拳銃を持った。 鋭い目つきの男に追いかけられる。記憶喪失だった3年の間に何があったのかタウンゼントは全く思い出せずにいた。タウンゼントはこの3年間自分が何者であったのかを探るべく意識不明となった現場へと向かう。そこで3年の間の自分を知る女性と出会い、タウンゼントが失われた3年間にニュージェリコの町にいたこと、恩人である富豪を殺した罪で逃亡中の身だった。 ことを知る。殺された不豪邸のお手伝いであり、3年の間に愛人関係のあった女性と共に、タウンゼントは自分が本当に恩人を殺したのか、事件を追い始める。現象は1941年間、ストリート・オブ・チャンスとして1942年に映画が公開された。モノクロ映画。配給はパラマウント映画。CBS のサスペンスの一編として、 ラジオドラマが1943年2月2日に放送されている。脚本はウィリアム・シュパイヤー、ケイリー・グラントが主人公を演じている。NBC のヒッチコック劇場シーズン1の9話として、ザ・ブラック・カーテンが1962年11月15日に放映されている。読売テレビで1979年9月6日に特選サスペンスで、 黒いカーテンとして放映されている。日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場の一編として、黒いカーテン二重記憶喪失の男が必死で晴らす二つの、お名え。が1982年12月28日に放映された。原作者は、ウィリアム・アイリッシュとなっている。ありがとうございます。